その起立性調節障害、西漢方薬店にお任せください。西漢方薬店の西です。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。概要欄よりご予約ください。起立性調節障害とは、起立時にめまい、動悸、失神などが起こる自律神経の機能失調です。思春期前後の小児に多く見られ、日本の小学生の 5%、中学生の約 10% に見られると言われています。なかなか朝起きることができないことで、仮病や怠け病と思われてしまうことがありますが、自律神経の調節が乱れることで、脳内血流が低下してしまう自律神経疾患です。不登校や引きこもりの一因となっていることも考えられており、近年ようやく起立性調節障害に対して注目されるようになってきました。主な症状は睡眠障害、目が覚めても体がだるい、起きようと思っても体を起こすことができないなど、朝はなかなか起きることができません。逆に夜は寝ようと思っても目が冴えてなかなか寝つくことができません。めまい、立ちくらみ、急に立ち上がったり、頭を動かした時に目の前が暗くなる、お風呂から上がる時にも起こりやすい、ひどい場合は気を失って失神してしまうこともあります。疲労感、とにかく体が重くだるい、特に午前中に倦怠感が強く、夕方から夜にかけて徐々に元気になってくる。その他、動悸や頭痛、肩こり、集中力の低下や気持ちの落ち込みなどの症状も伴うことが多いです。また長風呂が苦手、人混みや暖房がよく効いているところではのぼせやすいなどの傾向があります。漢方治療では病名よりもなぜそのような症状が出ているか原因を突き止めて、その人の体に合った漢方薬をお選びします。そのため使う漢方薬としては、自律神経を安定させる漢方薬、気の巡りを良くする漢方薬、血流を良くする漢方薬を使用します。西漢方薬店では多くの起立性調節障害でお困りの方の症状が改善しています。個人差はありますが、早い方で服用2週間くらいから効果を感じていただき、体質改善に必要な期間の3ヶ月を見ていただく場合もあります。その後症状が改善するにつれて漢方薬の分量を減らしていきます。最終的には漢方薬を飲まなくて良い状態まで持っていきます。もちろん漢方薬だけではなく、生活習慣や食事も大切です。起立性調節障害を悪化させないために以下のことにも気をつけましょう。定期的に適度な運動をする、睡眠時間を確保する、ストレスをためないようにリラックスする、バランスの良い食事をとる、就寝前にスマホや PC の使用を控える。以上が起立性調節障害の漢方治療のお話でした。起立性調節障害は非常に多くの方が困っている症状です。もし自分に当てはまる症状があると感じたら、お早めにご相談ください。もう一人で悩まないでくださいね。それではまた。